や、あの、これ平行でこんなもんなんですね。眩しくて何人来たかちょっとよくわかんないですけど、たくさんいるように見えますけど、そうですね、はい、はい、バンドで楽しまないと、本日はですね、史上最小バンド数でお送りします。2バンドのみなので、ちょっとまあ時間があるということで、ちょっとまあゆったりと、ちょっと濃いめにやりますね。やりましょうかね。ということで楽しんでいただけたと思います。まず、ジェントリービーズがビートルズを送りします。We'll be right back.
そのバンドの平均年齢が割と低めというか、あのジョン役の人はだけちょっとおじさんなんでね、ジョンがおじさんなんで、ジョージが一番若くて24歳なかなかあのビートルズ人口も若者少ないんで、これから僕らの活躍でどんどん増やしていきたいですね。まずはここをいっぱいにできるぐらいね。そうですね。もうちょっとギャルをね。ギャル。上のギャルも下のギャルも。上の方のギャルも下の方も。上のギャルね。上のってギャルっていうのかな。夫人。上のご夫人と。夫人と。まあそんなわけで、なんで、せっかくなんでちょっと。
いただこうかと思います。Act naturally. しかも第二土曜って言ったらたまたま偶然今週末じゃない？今週末に今週あ、そうですね。え？そういえばそうだったんです。あら、こんな偶然あるんですか？そうですね。ビートルズ好きな方がしたらビートルズになりました。キャロルになりますね。そうですね。あの急遽、はい、矢沢が来てくる気になる。今日ジョンってことで、やってますからね。そう、小林君の映画が気になるじゃないですか。ビートルズのお願いしますね。あ、よろしく。ちゃんとやろうやろう。今は精一杯のお前だった。いやいやいや、もっとできる。じゃあまあ次の曲かな。あと個人的に冬っぽいなって思って選びました。Thank you.
の仕込みですか。鉄の男、内村拓哉です。すごい。家宝が。ステージの人が減ると客席が増えます。足しても49ぐらい、うん、足しても49、あ、52ぐらい、そのぐらいかな。私の年だからね。そういう先輩方を追い込む発言はやめなさい。はい、オーダーが取り終わったら始めます。10分ぐらい、イエスで10分バージョン出ますか。それだけやろうか。花びら、これですね。先月の頭に BL カフェで桜コレクションという女性向けのイベントがあったんですけど、まあ、そこでまあ演奏するにあたってちょっと桜の花びらを施させていただきました。で、まあ、すぐにきれいに剥がれる財布の両面テープ買ったんで剥がすよって言ったら、なんかこれいいじゃないですか。ちょっと極道っぽいじゃないですか。極道っぽいんでといういきさつがあって、まあ、そんな感じで。リクエストタイム。リクエストタイム。それもいいかもしれない。時間がある。じゃあ、リクエストは受けずに、予定通りの曲を送ります。Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks about a year to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.Such an easy
業務連絡皆さん戻ってきてください。休憩タイム終わりました。私ごとなんですけど、この、ね、日曜日に私ちょっと旅行に行ってました。旅行といってもケアンズ、オーストラリアで、でこの日曜日に帰ってきたんですけど、ゆっくりしようかなっていう感じでもう適当にケアンズ市内をうろうろしてたらビートルズのやってる人、ガイドで、ね、やってる人がいて、で近寄って行ったら、なんと私が10年前にケアンズ家族が行ったことがあって、そこのホテルでその時もショーをやってて、それがビートルズの一人で弾き語りだったんです。なんとその人がそこでやってたわけですよ。で私その時もステージ上がってこいって言われて一緒に演奏させてもらって、で今回もまたお前ギター弾けよっていうか一緒に やらせてもらって、3、4曲やった中での1曲やります。Something in my way, so you must be.
ルーフトップセッションのっていうかのレッド・イット・ビーの映画、ちょうど1月ぐらいかな、12月の月末にやったんですよ、この曲を。だからルーフトップセッションっていうかそのレッド・イット・ビーの映画の時期がちょうどこの、ああそうか、はいはいはい、
ジョンが一番生涯伝えたかったことだと思います。その言葉を僕たちが忘れないようにしてきてるのが大事だなと思いますね。神々やな。ちょっとテンパっちゃいましたね。去年もちょうど12月のこのイベントの時にね、これをやった曲で、はい、その時は小林君は空耳英語的な感じで、ヘルとヘブンを、ね、何でしょう、間違えましたね。うん、そう、まあね、せっかくメッセージ性が高い曲だから、ちょっとこの曲くらいはちゃんと歌詞を覚えようぜっていうちょっと指令を出しまして、ニューホライズンの英語の授業以来ですね、あんなに英語と向き合ったのは。ニューホライズンが多分わかんない世代ばっかじゃない。ああ、そう。しまった。皆さんの世代はどんな教科書の名前、英語の教科書はどんな名前でした？ニューホライズンです。駅前の場。つねこさんの授業は、時は英語ありました？授業に。その質問なんだ？こういうのキウイ世代、バナナ世代とか言うんですよね。こういう第三世代あって、キウイ世代とバナナ世代とピーチ世代みたいな。そのキウイ世代がなんか、その四つ猫さんぐらいのキウイ世代とか、はい、何を持ってキウイ？何でしょうね、キウイ。じゃあ番組でやっとったバナナじゃないの？バナナ世代でしょ。それで40代、50代がキウイじゃないの？キウイの。そう。ああ。60代はバナナ。バナナ。バナナに衝撃を受けた世代、バナナ世代、そういう、なるほど、お見舞いにはバナナ、はい、特別な時にはバナナみたいな、すごい10円あったら昔腹いっぱい食えたんだって話みたいな感じですけど、ね、あ、そんな感じなんですか、ね、いや、なんか歴史の勉強しましたね。い聞いてもらえていけないですよ、本当に。まあ、そんなこんなんで
って変わってちょっとロックロールナンバーでね。はい、一応次が本編が最後ですよ。本編が。あ、ありがとうございます。はい、皆さんのお声次第であるかも、あるかも、ないかも、あるかも。さあ、あるのかないのか、とりあえず最後です。楽しんでください。そこで2周目でもし時間があればやりましょうか。というわけでじゃあ、まあ、予定通り用意してきたやつをやります。無難に、これ無難ちゃうよ。無難な選曲ではないですが、アンコールのテーマはラブです。
ました。ありがとうございました。エントリービーズでした。とりあえず次のバンドに場を渡します。